ケープコース途上ケープコース途上はガーナにある要塞。最初にこの場所へ建設された木造の建造物はスウェーデンアフリカ会社のために1653年に建てられスウェーデンウォーカール10世にちなんでカロルスボルと名付けられた。後に建物は石を用いて復元された。1663年4月スウェーデン両黄金海岸の最後の拠点だった。 この城はオランダによって占領され、オランダ領黄金海岸の一部となった。しかし、翌1664年に、城はイングランド人により征服され、18世紀後半に貿易承認委員会によって大規模な再建が行われた。この委員会の委員長は、当時イギリスの植民地全体の管理を行っていた。1844年、城は、 イギリス領ゴールドコーストの植民政府の中心地となったのである。城は木材と金の貿易を目的として建設され、その後体西洋マドレー貿易に使用された。城及びその地下牢は、イギリス公共事業局により、1920年代に最初の修復が行われた。ガーナが独立した後の1957年、ガーナ美術館、 芸術評議会の管理下に置かれていた。1990年代初頭、建物はガーナ政府により再度修復が施された。この際に国際連合開発計画アメリカ合衆国国際開発庁スミソニアン博物館、そして各 NGO 団体からの資金援助を受けている。1979年にはユネスコの世界遺産、ボルタ州、グレーター、アクラ州、 セントラル州、ウェスタン州の城塞軍の一つとして登録されている。2009年にケープコースト城を訪問したアメリカのバラク・オバマ大統領の妻、ミシェル・オバマは黒人奴隷の子孫であるために現地の伝統的な族長たちからケープコーストの女王と呼ばれた。ありがとうございます。